皆さんこんにちは。はい、こんにちは。9月1日日曜日、お昼12時10分を回りました。南部アワーのお時間、お相手の玉城ミーカーと、はい、しんちゃん津波しんいちです。9月か、早いな。あっという間ですよね。私、先日、おもろ町に、タッチ・ザ・ダイナソーを見に行って、その帰りにロピアに寄ったんですよ。ロピア、はいはい、私一人だけ先に行ってたんですよ。で、家族にすごいブーイングで、連れてけ連れてけと、だから娘息子夫を連れて、そのね、博物館の帰りに寄ったんですよ、美術館か、帰りに寄ったんですけど、すんごいいっぱいで、いっぱいだろうな、もうカートいっぱいに楽しいね、あれ見てこれ見てってどん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 入れてくじゃないですか。お惣菜系もものすごく充実してるし、なんかでかいのがあったりな、なんかさ、お寿司とかなんであれ、なんで、なんであれ、もう楽しくて、もう一度でいいから食べてみてですね。で、なんかこのシールが貼られてるでしょ、なんかいろいろ商品の紹介みたいなポップっぽいのが貼られてるんですけど、もうシュークリームじゃないですね、あれメロンパンみたいなものにめちゃめちゃたっぷりクリームが入ってて、もう拳以上の大きさなんですよ、これの上に貼られてるのがダイエットは明日からって商品が書かれてて、もうこれ最高よね。こういうのでいいよね、遊び心ね。そうそう、こういうのがいいよね、いいんじゃない今日ぐらいとかな、沖縄っぽくな。そう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 、大丈夫よ、ね、日賀さんも食べてたよとか、多分もう こういうのあったらいいよね、大丈夫。ユニオンにもぜひまた今後こういうの、ほら、そうそう、明日からじゃないけど、明日からじゃないけど、いいんじゃない今日ぐらい、いいんじゃない、あんた頑張ってるのにいいんじゃない。あってもいいよね。ケーキの横で、例えばユニオンの各コーナー行ったら、牛乳がなんとかかんとかって十字路の声が聞こえるわけさ、はいはいはい、そこでミカトルで、いいよ大丈夫いいんじゃないって背中を押してあげる声を出す。大丈夫ケーキ、ご褒美よ、ご褒美、あんた頑張ってるのに、はし、 お母さんが頑張ってるのに、もうこれぐらい、ちょっとレジまで 2,3 回行き来したらいいさ、もうカロリーゼロよみたいな。もう一周ユニオンしたらいいんじゃない、もうカロリー食べても大丈夫よみたいな。とりあえずいっぱい買い物もして、で肉もてんこ盛り入れてたんですよ、そしたらラジオキナーのスタッフの、キャップに出会いまして、はいはい、キャップさん、キャップが一言私のカートの中見て、肉びけやしえって言われて、おめえ野菜はとか言われて、たまたま全然違う人に会った時にも、違う人にも、いやなんか肉ばっかりですねって言われて、BBQ やるわけさってね、なんかこういうのカートの中見ないでって思うよね。わかる、ね、また野菜って言えばいいことうまい、うまいね。でもさ、なんか待ってる間、はい、やっぱりレジで待ってる、やっぱ人の見てしまうような、何買ったかなとか見ちゃうよね。確かに、お宅は今日カレーね、それにコーン入れる、あーいいねみたいな、なんかあるよな。そう、見られてるといえば、私の義理の妹が旧盆の時にユニオンで、オードブル受け取りの列に並ぶ津波真一さんを見たらしい、はい、2日間行ってるからな、そうそう、中身とウクイヤということは、中身に行ったのかな、オードブルの受け取りの列にこう並んで、思わず写真後ろから撮ろうかなってこれ絶対ユニオン行った時に、あ、やっぱりしんちゃんいるって思う人はたくさんいるはずなと思って、たくさんいるし、ね、なんか南城市の大型なんとかオープンした時に、はい、俺は今日はユニオン行くって、デージな反応だよ、さすがっつから、でその塚山天皇であったら、うんうんっていう、南部でうんってうなんかいいやとけ、あ、しんちゃんとか呼べるのに、あ、やっぱりいるよね、うんっていうか、あなたもうんっていうね、これうんの間がよ、忘れられんさな、うんっていう、ね、面白いですね。面白いな、惣菜待ってる間暇しないよ、声かけられて、あ、やっぱりそうなんだ、でいくら分みんな見るよね、2つみたいな。でも私もしんちゃんが買い物してたら、何買ってんだろうって横から見たくなるかもしんない。ピーチ特売品狙ってるからな。それでは今週もこんな感じで笑いで、はいはい、皆さんお付き合いいただきましょう。ナンバーはこの放送は沖縄唯一低温殺菌牛乳の宮平乳業、食卓に彩りをお漬物の菜園、ホリデー車検スーパー乗るだけセットの二郎工業、ウコンにとことんしじみ800個分でおなじみの沖縄製粉、美味しくてヘルシー前里、以上各社の提供でお送りします。
ナンバーはラジオキナーがお送りしています。さあそれでは美味しい話題を紹介する給食係から参りましょう、うん、最近何か美味しいの食べました？何食べたかな、なんか昨日打ち上げっぽいのでなんか収録の前でいやもう喋るのに一生懸命でなんかの最後に残りお腹すいて残り物が来て最終処分場みたいな。わかりますよ、産業廃棄物みたいな全部。飲み始めの時って全然食べないんですよね、うん、そうしんちゃんね、そう食べないんです、全く食べないんですよ。後で、うん、お腹すくんです、だからお腹空いて、うん、終わった時にちょっとスイッチが切れたみたいな感じで、うん、あ食べようってお腹があの時にすくんですね。やばい、俺昨日二次会まで下地勇さんがいたんですよ、あの、はいはい、同じ男とは思えない、宮古のキムタクが、キムタクだ、キムタクです、ってもうズミズミズミで飲んだ後にうどん行こうとか言ってたけど、イサムが、うん、しんちゃんやめよやめよタクシー乗ろうって言ってタクシー乗ってからビャーって差し込めてよ4600円あげなんであんなにするかよ、まずね、本当にすごいね。なんかいいなんか焼き鳥屋さん行ったけど焼き鳥食べてないと思います。あげあげ喋るのに一生懸命で。そっか、私も、うん、最近あれ食べたんですよ。何食べました？ちょっとその、インドカレーか、インドカリー、はいはいはい、うんうんうん、インドカリー食べたんですけど、はい、ああいうのお家で食べられたらいいなとか、うんうん、ちょっと改めて思いますね。あちこち食べ歩いてたりとかするんですけど、なんか家で食べられたらとってもいいなと思ってて、うん、いやミカのミカの店で食べた方が一番いいさ。いやいやいや、インドカレー、いや人が食べるの、人が作ってくれるの美味しいよね。あ確かにな、それは分かるな、自分で分かる、自分でやるとなんかあれだよな。だからカフェに来てくださるお客さんも、うん、やっぱマダムとか結構女性の方多いんですよ、うん、はいはい、自宅でやっぱり調理されてて、人が食べるの作るの美味しいねっていう話をよくしてるわけ、うん、そっか、なんか その境地ね。だからね、うん、買って家でまた美味しいの食べられるっていうのもいいなって思ってますけど、うん、だから台湾とかなんかやっぱお家に、うん、あのキッチンがないお家とかあるっていうさ、そうそうそう、だからやっぱ外で買う文化だからいつも人が作った美味しいの食べてるっていう、うん、ね、その方がなんか効率的に朝ごはんとか屋台とかでまず食べてから学校行ったり仕事行くもんね。やっぱ文化の違いですよね。さあじゃあ皆さんが何を食べたのか美味しいのを、はいはい、ご紹介してまいりましょう。本日のトップバッター、うん、フォレストオールさんいただきました、はい、しんちゃんみかりんこんにちめ、チーム親子左側担当フォレストオールです、はい、最近運動不足気味な朝から母を連れて、うん、那覇向けにドライブ、新都心あたりに来た時に姉が住んでるのを思い出しておすすめのうどん屋さんを聞くとマンションの近くだっていうので3人で行ってきました。いやねえねえが住んでるの思い出してっていうどんなんよでしょう、うどん天ぷらの麺店知ってます？知らない、これ天かな、麺店じゃなくて新都心の方にあるか、うどん天ぷらの麺店かな、麺店って見たことがあるような気がします。麺店でいい、当たってる、はいはい、なんか見たこと入ったことはないですよ。ねえ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 もうこうやって食べてる写真が送られています、うん、あやっぱ麺店でいいんですね、うんうん、はい、母はうどん冷や冷たいうどんにエビ、キステン、インゲン、かぼちゃ、人参が乗って1100円、入ってて1100円、うんうん、おーいいですね、うん、お母さん結構食べますね。いきますね、うん、上等やさ、ね、素晴らしい、うん、姉はうどん冷や、冷たいうどんにキステンにインゲン、かぼちゃ、人参1020円、うん、オールは冷やうどんにエビにインゲン、かぼちゃ、人参1180円、ご飯小付きでいただきました、はい、うどんにご飯と思ったら自分はセルフ天丼を作るらしく、ご飯なしにした母と姉はあいいはず、でも天丼食べたらうどん食べられないさって、場所は沖縄県立博物館とメインプレイスの間の道をまっすぐ走らせて新都心公園の十字路を東へ右折、右手にシュープラザ那覇が見えたら道反対にありますね、うん、そうだ、駐車場は店舗前に3台と横に1台、今回ここ心残りは食べ終わった後にトッピング欄に舞茸天ぷらがあったのに気づいたのが食べ終わった後だったわけさ。お二人も舞茸天ぷら好きっしょということでいただきました。いいですね、うまそうだね、舞茸とか、うん、しめじとか、なんかキノコ類最高ですね。ちょっとほら沖縄の天ぷらと違うこの本土のサクサクの天ぷらに、うんうんうん、はい、見てください、こうやってあのソース後掛けで、ね、はいはい、つゆをかけて天丼にして、ああうまいね絶対ね、つゆがもうちょっとあったらなとか思う時あるから、あとで自分でできるのいいね、うん、うどんもチョイスできるしね、はいはい、いいですね、はい、白だしでつゆですね、はい、どうもありがとうございます、美味しそう、うん、
じゃあ続いて馬ゴンさん来てますね。お、ありがとうございます。甲子園のように県道7号線の砂があったら持ち帰りたい馬ゴンです。嫌だな、この砂。何に負けたの？大阪桐蔭に負けたの？さあ、お二人ともご存知の名護の居酒屋島名、はい。こちらのお店は、鶏料理やチャンプルなどの居酒屋メニューが充実していますが、うん、お魚料理はメニューにありませんでした。しかしついに登場、メヒカリ、魚か。これを焼きにしていただきましたよ。今まで食べたメヒカリ史上一番でかい一品でした。食べ応えがあり、口に運ぶと思わず、ああ日本酒が合うはずって言ってたら、おかみさんがあるよって日本酒と一緒に美味しくメヒカリをいただきました。名護の居酒屋島名、沖縄県北部振興局の通りですよ。座長糸満のおかみさん、この夏メヒカリにまたたまに練習を合わせてみませんかということで、メヒカリっていう、私魚が今パッて出てこないんですけど、いや聞いたことがあるだけで、なんだろうな、シシャモぐらいの大きさみたいな感じの。へえ、あのさ、美香さん、僕も年取って、美香さんまだ20代ですけど、はいはい、あのはいはいはいって流してるよ。近所若菜さん、はいはい、何でしょう、あの、ニュースいつも読んでますよ。ね、ですよね。はいはい、はい、続いてお天気概況です、はい、雨か晴れか曇りでしょう。いいよ、はい、いいよ。なんかやっぱ ゆったりしたところとかにやっぱ体が合ってくるな、なんていうの、居酒屋なんか50円ビールわーわーわーじゃなくて、はいはい、まだなんていうのかな、その割烹みたいなところとか、昔なんであんなゆったり飲んでヒマラにと思ってたんだけど、あんなのがやっぱおじさんだな、ちゃんと合ってきました、合ってきて、だからメヒカリに霊酒とか昔だったら絶対選ばんよな、はいはい、50円ビール今10杯みたいな。かける10みたいな。そうか、でも私飲み放題まだ大好きです。あ、それは大好きですよ、うんうん、好きな言葉、食べ放題、飲み放題、うん、飲み放題が一番好きです。分かりやすいさ、みんなで行ったらな、はい、うん、飲み放題がいい、飲み放題が好きで。何から飲まれます？あ、まずは、どうしよう、何や。いいよ、何でも。別に何、いや、うんちゅうかビールって言ってもそうかって言うだけで、今どうしようって、本当に今店員さんが来てから何にします、ビールがいいんじゃないっていう。ユナバルの若子は、あ、水槽だからまず行こうかな今日は。なんて、水槽だ、はい、あ、そっかそっか、まずは水槽だからまず行ってみようか、水槽大丈夫、はい、みたいな感じか、はい、水槽大行ってから、いや、なんで悩んでればいいんだ。しんちゃんだったら一杯目何行く今。最近ビールとかの、あ、みんなと真似するようになりました。あ、ビールでも美味しい。最初から島だったんですけど、うん、やっぱ飲みすぎるな、もう自分で自分に反省する、やっぱり。俺が1号と取ったら、はい、ってで、まあ、某 N なんとかの人が、しんちゃんどうして飲むからって1本って言って、そして 2本並んでた。そりゃ飲みすぎですね。飲みすぎ、イサムもいたから、下地イサムさん、うん、赤い2人を通りみたいな。エンドレスじゃない。エンドレスだな。イサムさん強い。強いよ。あ、そう、希望を注げで、ほんと、いらよいしらよい、希望を注げって。ちょっと待ってよ、今さ、そこにはもうしんちゃんさ、今写真撮っていい、しんちゃんの、変なことになってる、頭が変な髪型になってる。ちょっと後でこれ X に載せますからね。すいません、いや、はい、大丈夫かな、うん、すいません、いいよいいよいいよ、はい、はい、じゃあ続いていきますよ。こちらゆるりさんいただきました。ゆるりさん、どうも。読まれたら2回目のゆるりと言います、はい、沖縄市照屋にあるぜんざい屋さんを紹介しましょう、うん、ぜんざい、ミルクぜんざい、コーヒーぜんざいなど、だいたい450円から500円程度。氷は粗めですが豆が多いんですよ。氷豆、氷豆、氷豆の順で、すんごくボリュームもあって食べ応え十分です。場所は住宅街で、駐車場なし、地元の人しかわからんはずということで、はい、ご覧ください。アルミホイルゴアでこう垂れないようになってますね。こんなしてるんだ、うん、コーヒーぜんざい、コーヒーぜんざいです。あ、このメニューどこだって、場所、ね、場所は沖縄市照屋にあるぜんざい屋さんということで、これお店の名前もぜんざい屋なのかな、ね、ちょっとお店の名前が書かれてないんですけど、はい、ミルクぜんざい、抹茶ぜんざいとかもありますね。これ多分その渋い店さな、はい、看板とかのぜんざいの点々とか抜けたらミルクぜんざいとかになってどんなよ。ダウニーみたいな。
こういうのをさ探しすぎです。しんちゃん探しすぎです。はい、じゃあ続いて、はい、チェルボーさん来てますね、はい、ありがとうございます。チャタンのアメリカンビレッジ内にある、買い出しそば奇跡を紹介します。はい、創作沖縄そばって経営してたんだけど会社の人に誘われて初めて行きました、うん、注文したのは買い出しそば、なんていうことでしょう。買い出しそば、あの貝の出汁ね。貝の出汁ね。ああ前紹介したよね、あの多分なんか境町なかったっけ。はい、貝出汁の味が濃厚で最高。貝出汁ってなんか、うん、白濁してるですよ ね、 あ、 よね、あのちょっとね、食わず嫌いは飽きませんな。今度は濃厚エビそばを食べたいと思います。お二人さんは創作沖縄そばの店って行ったことありますか。安静またメールしますっていう、うんうんうん、創作沖縄そばもう多すぎて、なんか僕王道普通のなんていうのかな試せない人です僕も、うんうん、私もなかなかこのちょっと、うん、居酒屋とか行っても新メニューっていうのはなかなか手出せない感じなんですけど、ね、なんだからそうだから美味しいのに出会うチャンスがなかなかないんですよ。もう麺だけ沖縄そばにすれば 何やっても大丈夫みたいなぐらいのレベルまで来てるからな、うん、いっぱいあるんじゃない創作沖縄そばってね、うん、この間、ちょっと私も県外から友人が来てたので調べてたら、はい、うん、あのラーメンみたいに麺がさ、わかる？ラーメンってさすごい綺麗に細麺がシャーって並んでるさ、はいはい、あんな感じで畳まれた沖縄そばがあるんですよ。はー、ってびっくりして、畳まれた、畳まれてるわけ、こう綺麗にわかる？わかる？麺がこう畳まれて最後に汁をそっと入れるみたいなあるさ、敷布団でしょ、そうそう敷布団みたいな、こんなそう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  Yes、うん、でこの綺麗にラーメンがやって最後に箸をシュッて抜いたみたいな、うん、あんなラーメンがあって、もうお上品になってるんだな。汁もなんか今までは何だったの、もう今までは何だったの、手と手をみたいな、なんていうの、うん、お祈りみたいな、うん、お祈りそば、もうお祈りそばっていうのもおかしいけどもうほらなんかいろんなものが混ざってるというか、なんかほらね、うん、もう、うん、水も甘いも、水も甘いもな、うん、みんなこうまんちゃんまんちゃんになってる感じのお蕎麦だったけど、ね、何日か前に竹中さんのラジオ聞いてたら一本つながってる蕎麦があるしな。あ、はいはいはい、本土にもありますよね、この細長い、自分で切っていくんだ、そこ食べて、あれはなんかね無言らしいよ、食べたら、もう工藤静香無言色っぽい、色っぽいずっとずるずるずるって綺麗ないのよんあれを分からん人がずっとずっとしたら耳とか出てくるからだって1メーターぐらいあるんだろ分からん人がでもしで自分でターバンみたいに口から出て、こっちから出て、入り口は出口ですみたいな。分からん人。面白いおじさんだ。ごめんなさい。本当に面白いおじさんだ。昨日やりすぎてまたね。はい、さあということで、はい、時間になってしまいました。もうターバンで終わっちゃったけど、皆さんからですね美味しい話題をまた来週もお待ちしたいと思います、まあ、ちょうどお昼ご飯ですのでぜひ皆さん参考にされてみてくださいね。以上給食係のコーナーでした。では続いてこちらのコーナーいきましょう。沖縄製粉プレゼンツ全島モアイの窓。沖縄の伝統的風習モアイは地域友達職場とさまざまな仲間との親睦を深める場として親しまれています。さあ全島モアイの窓ではそんな皆さんのモアイ風景を紹介していきましょうといつも行きますけれども、はい、まあ、今週も改めてねこのモアイの窓皆さんにどんなコーナーなのかっていうのをねご紹介したいと思います、うん、はい、ナンバーワーがスタートしてからずっとこのコーナーありますよね。モアイの窓ね、 うちらさこのコーナーってほぼ変えてないよね、うん、そうなんですよ最初で未だに、今10年十何年やってますか美香さん。17年です。17年やってますか、はい、早いね、うん、そうか美香さんのお子さんがあれだったから分かりやすいな、はい、で未だに17年やっててアワーになってないっていうすごいナンバーアワーなのに。ナンバーでもアワーとつけてるからまだ完成形ではないんだよな、うん、そうですよ。私今45分50分ですよ。50ちょっと待ってやってるのに45分はないよね。だから1時間と思ったことないわけだからだよな。12時10分からそうですよ。12時10分から1時までなの で, 50分 で, でもまあでも細かいこと言ったら48分30秒まで、うん、そうですねでいつも20秒ぐらいから煽ってるありがとうございますお時間足りない。そうなんですよ。岡間さんでお届けしました。最後岡間さんっていうのが、48分20秒の男な。
分からない、だから、うん、このコーナー長いんですよ。長い、確かにモアイね、長いんです、うん、みんなやってるからね。 でもやっぱり年重ねて私たちの年代はモアイやってるっていう人多いけど、はい、若い人たちがちょっとモアイ自体をしてないとか、うん、そう、コロナもあったりとかもあったけど、いやもうこれこの文化なくなるのかな。だからね、絶対文化を残したいわけよ。モアイってな、集まるための一番の、ね、通行手形というか、うん、もうインドの、ね、控えろ控えろ、わ俺モアイだから一度ね、ほらあのボーダーインクさんが出しているそのモアイの本を紹介したっていう時もありましたけど、はいはい、もう本当に世界に誇る面白の、うん、沖縄の面白文化だと思うんです、ね、はい、なのでこのモアイをぜひとも皆さんと一緒に残していこうという、うん、このコーナー熱い思いがございますので、うん、まあ、モアイを結成して大体自分たちはどのぐらいよとかでもいいし、はい、5000円だよ、自分たちならではのモアイのシステムとかでもいいですよね、うん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 、聞いてみたいですよね。そうなんですよ、うん、だから僕某 NHKのメンバーとか県外の方が多いんで、はい、やってみたい知ってるけどやってみたいということで、うんうんうん、今後やろうと思ってんですよ。あ、私だからそのメンバーのうち一人入ってますよね。でそいつも、うん、だけど お金ないから貸してくださいみたいな、何ってのかな意味が分からないで面白いな。最初に俺取るよって言って、で次から逃げるよって、毎回俺が取るモアイとかやろうかな。こんなだよ普通。12ヶ月まずおかしいなと思って皆さん参加するから、でその間に転勤させる。ダメでしょ。まあでもこういう感じで皆さんがまあ結成して、モアイを今ねどれぐらいやってるよとか、モアイの面白話をねぜひこのコーナーでお待ちしたいと思います。採用された方には沖縄製粉さんからウコンにとことんしじみ800個分10本入りのプレゼントがありますので、お名前住所電話番号などの連絡先も書いてぜひメールお寄せください。宛先は南部@rokinawa.co.jp nanbu@rokinawa.co.jp までお待ちしています、はい、以上沖縄製粉プレゼンツ全島モアイの窓のコーナーでした。それでは1曲お届けしましょう。五代五で銀河鉄道39。今喋ってますユニオンですから。このコーナーはフレッシュプラザユニオンの提供でお送りします。あ、いい匂いしてきた、うん、さあフレッシュプラザユニオンの面白情報を何でもご紹介するこのコーナー、今週もこの方登場です、うん、はい、サワディー、今空いてますユニオンですからの国場十次郎です。よろしくお願いします。オープンカップね、はい、いい匂いします。いやもういい香りがスタジオの中すごいしてるんですけど、はい、いい匂いですからね。次のスタジオ使う人困るかもしれません。それあるよな。あ、焼肉屋の帰りの人と会うみたいな。うわ、さあ今日は、うん、なんと新商品を持ってスタジオにお越しいただきました、ね、9月1日でしょ、10時の明日からだっけ。そうなんですよ、9月2日から、うん、あの全店同時発売するユニオンのお惣菜、うん、これが特別ですね、うん、今日本日収録に合わせて作ってもらった、うん、先にね、はい、あ優しい。これが本場タイ仕込みのマッサマンカレー、うん、カオマンガイ、うん、ガパオライス、はい、もうなんか怪獣の名前が並んだような感じなんですけど、そうそう、まあ、ガパオライス、うん、マッサマンカレーはいですけど、はいはいはい、あのカオマンガイ、うん、これ、まあ、この3つの商品モーマンタイみたいな本場、うん、本場タイにうちのバイヤーがいて、その作り方を学んで遊びに行ってないか。すごいね。本当にうちのバイヤーすごいんですよ。美味しいもの聞きつけたら、気がついたらもうその現地にいたりします、ね、最近も午前中は沖縄普天間店にいたのに、午後電話したら今長崎にいるとか、ちゃんぽん食べてるみたいな。めっちゃフットワーク軽いですね。いい会社やね。でこれが本当に美味しくて、今回ミカさんみたいに食べてもらおう、先にね、だから嬉しい、ありがとうございます。超お腹空いてたから、うんうん、マッサマンカレー、はい、カオマンガイ、このガパオライス、うん、一応本場の人たちから習ってありますけど、このスパイス、はい、味付けは、うん、日本人にも合うように、そうじゃないとな、調整してくれたり辛すぎたりするからな、はい、やっぱり独特なこのほら、スパイスとかがあるじゃないですか、はい、これとかもなかなか食べ慣れてなかったりとかすると、うん、ね、みんなおどんな感じなのかなってなるけれど もう香りからするとちょっと私たちが、ね、もう食欲そそるというか、めちゃめちゃ美味しそうな香りがするんですよ。ですね、ちょっとじゃあ5分ぐらい、十字路に任せましょうかね。まずしんちゃんどれからいきますか。これマッサマンカレーですね。カレーいいな、はい、あ
マッサマンカレー、チキンでかいな、ゴロゴロ上にね蒸し鶏が大きくドーンって鎮座してるんですよ、うん、いただきます。マッサマンカレーは鶏肉とジャガイモたっぷりのココナッツミルクと数種類の、うん、スパイスで煮込んだ辛さが苦手な方でも食べやすい、うん、おいしい、やばいやばいな、ありがとうございます。これさ今持ってきてくれたから、はい、これ温め直したりしたらさらに美味しいな。あ、美味しいです。この辛さ大丈夫だ。で私さ、うん、話してたの覚えてます、冒頭でいろいろカレー食べ歩いてるんですよ、うん、美味しいカレーが家で食べられたら最高だなと思って、ね、まさに、はい、これよこれ、もう本当に、うん、美味しい。お米もタイ米すべて使ってますんで、うんうん、ちょっとさらっとしてるというか、うんうん、パラパラしてる、うんうん、そうだね、うんうんうん、わあ、ちょっとでもちゃんと辛さも残っていて、はい、だけど辛すぎないっていう、こう、ありがとうございます。うわ、じゃあ次さ、これガパオライス、はい、ガパオライス、あ、これいいね、はい、たっぷりのホーリーバジルとニンニク、醤油、唐辛子でピリッと甘辛く味付けした鶏ひき肉で食べるのが止められない、止まらない、ガッパオライス、はい、カッペビセみたいな、本当にこれおすすめです。これは売れるな、俺もサザン店で買ってる自分の姿が想像できる。 ありがとうございます、うん、どうですか酒の二日酔いのしんちゃんだよ、うん、これ美味しい。私美味しく食べれる、この バジルっていうんですか、はい、これがまたなんか爽やかな、そうですね、ちょっとホーリーバジルですね、うん、香りが強くて、うん、またタイとかまたインドとかの方面ですかね、では聖なる霊薬って言われるもので、うんうん、また運気とかも上げてくれる薬草が使われて、なんかポケットに入れて持ち歩いてる人もいるみたいです、うん、じゃあもう財布に入れたりしたらいい、うん、もう本当に家の周りに植えられてたりもするもの、うん、多分このホーリーバジルがいいアクセントというか、美味しいやつ、もうすでにおかわりしたいな、美味しいです。じゃあもう最後カオマンガイ、はい、本当にスパイシーなチキンライスってよく言われるんですけど、鶏の旨味がしっかり染み込んだご飯とジューシーな鶏肉に特製なタレですね、はいはい、この特製なタレをかけて食べるタイの人気料理です。なるほど、この特製なタレもまたユニオンオリジナルで日本人にも合うように若干魚醤が入ってますね、ナンプラーね、はい、香りしてもすごいナンプラーのいい香りがしますね。いやいやいや、一応カフェやってますよ、はい、そうですよね。でも今の時期ちょっとお米も足りないっていう時だから、タイ米とかでこうね食べていくのもいい流れだもんな、はい、これが9月2日から全店同時発売しますので、これさ、タイだな、うまいな、ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっと一応今日ドキドキしたんですよ、うん、うまいうまい、お二人やっぱりもう食通、ニーカーさんってカフェやってるやられてるじゃないですか、うん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 、ちょっと こんなしてとか、もうちょいこんなした方がいいよって、なんかちょっとアドバイス的なダメ出しとかもされるんじゃないかって、もうちょい値段上げた方がいい、安くいや視聴者ね、はい、消費者にとってありがたい限りだけど、いや一応税抜きこの3品一応580円で販売させていただくんですが、本当に本格的なタイの料理を、ね、お米もな、はい、やばいな、ここユニオンでお買い求めいただけるという商品になっておりますので、ねライスもね、うん、全部なんだろう、このタイだ、ちゃんとタイ米で味が入ってるというか、うん、ありがとうございます。だからお米食べてて薄味なんですよ、うん、このお米もね、うん、でもほんのりちゃんと風味があって、うん、この上の合わせて食べる時とまたこのライスだけで食べてても全然また味が違うから面白いんですよ。いやでも今本当に嬉しいのが、うん、しんちゃんが全然画面に映ってない、画面にもちろんラジオだから映らないんですけど、うん、おかわりして食べてくれて、うん、これやばいな、もうあっと、うん、これはもう自信持ってコップカップ、はい、本当お客様におすすめ、じゃが今もう柔らかいマッサマンカレーの、いやありがとうございます。そう、もう売れるな、もうこれあれですよね、ミカさん、ちゃんと本当に現地に行って、うん、ちゃんと教わってきて、うんうん、また皆さんに食べやすいようにちょっと調理法を変えてるっていうの、私今度ユニオンさんに教えてもらっていいですか、これ言い方、はい、今教えにって言ったんだよ、違う教えてもらっていいですか、ミカさんカレー、はい、ミカさんカレーミカレーミカレーおいしい、おいしい、本当においしい、いやありがとうございます、うん、いやすごい、習いたいぐらい、今度も作ろうかな、うまっ、あれはそう、今日は置いていけよ、はい、あよかったです、いや嬉しい一言ですよ、はい、どれがお好みって選びきれないぐらいみんなそれぞれとっても美味しくて、はい、お値段がちょっと待って、もう一回聞いていい、全部580円、安っ
でも一応我々からしたら結構強気な値段つけたなってところがあったんですよ。いつもあの399円とか299円とかの値段にしてたら、だけどやっぱりここまでクオリティを求めるものをお客様に提供するってなった時に、この値段にしようって言って出して、あの出そうって今決めてるんですけど、でもミーカーさんですから、いけます、いけます、もっと値段上げてもいいんじゃない。いやもう本当に美味しいです、びっくりしました。クオリティはしっかりあったんだ、しっかり。そうそう、いやよかったです。ごちそうさまです。今も惣菜の担当者、あの惣菜のバイヤー今頃飛び跳ねてます。いやこの商品だけ消費税 15% にして多めに、まさか法律変えた、だからこれ全店で発売、全店で発売です。おー、はい、ちょっと早いもの勝ちで、皆さんぜひ早めに食べてほしい、ね、よっぽどなことがない限り、うん、よっぽどなことがない限りちょっと本当に私教えてほしいな担当者が作った後にあやっぱ自分で食べようかなって食べてなければ、それがよっぽどなこといやありがとうございます。その卵をなんか潰して食べたいとかな、いろいろな、いや綺麗に食べていただいて、いやもう嬉しいです。完食ですよ、ペロリショーですよ。ごちそうさまです。あ、いえ、ありがとうございます。いや良かったです。そう、バイヤーの方とかすごくこだわって、はい、もう現地まで足運んで、はい、もう教わって作ったっていうですね。本当ですよ、多分、うん、うちのバイヤーの人たち、うん、アマゾンに美味しい果物があるって言ったら多分行ってますよ、アマゾンに。ポチッとのあのアマゾンじゃないですか。多分5年ぐらい最近姿見ないけどと思ったら多分 SNS あたりでなんかあの民族衣装つけて仲良くなってると思う。もうそれぐらい本当にこだわりの一つになってますので、いやありがとうございます。はい、ぜひ皆さん早めにじゃあ召し上がっていただきたいと思います、はい、ぜひぜひ。ごちそうさまです。ありがとうございます。美味しかった、本当に美味しかった。ぜひ、ね、手に取ってみてくださいね。はい、さあそれでは今日もメッセージ届いておりますので ご紹介しましょう、はい、大阪のロッテファンさんからです、はいはい、しんちゃん、みーかねね、十次郎さん、ほかまさん、ゆうきでいつも腹の底から笑える放送ありがとうございます。大阪のてっぺんに住んでいる大阪のロッテファンです、はい、ありがとうございます。今年の5月ロッテの応援のためセルラースタジアム那覇に行った際、うん、ユニオンですからに寄ろうと思っていたんですが、なんと時間が押してしまい寄ることができなかったんです。本当にも心残りで、そこでね、十次郎さん、ユニオンのここを見てくれとか、ユニオンのこの商品をぜひ買ってほしい、おすすめというのがあれば教えてもらえないでしょうか。大阪に住む私は沖縄のスーパーマーケットに行ってポーク卵おにぎりを見るだけでテンションが上がるぐらいなんですよ。だから早く早くユニオンに行ってテンション爆上がりしたいんですという大阪のロッテファンさんからです。ありがとうございます。旅行客のお客様にお勧めするものですか、はい、じゃあもう間違いなくユニオングッズ買ってほしいです。あ、そうだね、あ、そうね、はい、ユニオングッズね、うん、ユニオンの保冷トートバッグ大容量なんですよ、うんうん、お土産品を入れて、うん、そのまま空港に預けていただいてもいいですし、あ、そっか、荷物預けね。なんだったら T シャツはもうその場で、うん、店内で着替えてそのまま空港に向かって、お金払ってからよ暑いしね。これさっきあの取ったのにこれピーピーしてダメでしょ、一応払ってから着替えましょう。払ってから着替え、何言ってんの、言う、わからなくなってくるからね、はい、まあ、だからおすすめはまずユニオンのこのオリジナルのグッズ、うん、でもし何かたあの、ね、お土産で持っていきたいっていうのであれば、あのごま、黒ごまの、うん、まあ、しんちゃんたちにも前回 YouTube でも食べていただいた黒ごまのうちオリジナルの商品のお菓子とか、うんうん、まあ、そういったおつまみでも、ですからおつまみとかもありますから、うん、そうそう、わかりやすいですよね、このユニオンのオリジナルの、ね、なんとかですからとかっていうのが結構文字としてあるので探しやすいですよね、はい、もうもし空港までちょっとなんかつまみながら食べたいなっていうのだったら、平屋チーボールおすすめします。あ、そうだね、つまようじ1本でたこ焼きみたいに食べれますので、あとだからもう日持ちするんだったら本当ポーク全種類買ってもらったりとか、もうユニオン一番安いと思うから、あ、もうありがとうございます、まあ、いろんなな、はい、もう例えばいろんな種類あるから全種類買っていくのもいいから、はい、そうですね、うん、なのでおすすめする商品は全品です。全品でございますぜひ早めに沖縄に来たら後から行こうじゃなくて、うん、もうまずスケジュールの最初に組んでいただいた方がいいかもしれないですね、うん、そうですね、ちょっと立ち寄れなかったということで、ね、うん、もうそんな時僕に電話したらユニオン持ってきますから本当に言ってる上司にすぐ電話するよ名刺もあなた送ってるからね、あ、本当に着信拒否しとかないとダメですね、じゃあ、必中止やめてくださいねビビりますからねいや、ありがとうございます。さあということで、はい、今日もメッセージご紹介しましたが、このコーナー皆さんからのね、いろんなもうメッセージ待ってますよ。ユニオンにこんなのがあったらいいなとか感想とかね、ぜひぜひたくさん書いて送ってください、はい、懸命に必ずユニオンと書いていただいて、南部アットマーク rokina.co.jp までお待ちしております、はい、はい、さあということで今週も一言お願いいたします。はい、明日から発売のお惣菜、本場大仕込みのタイフェアを皆さんぜひぜひよろしくお願いします。ラゴーン、は
はい、ラゴー、今喋ってますユニオンですから。このコーナーはフレッシュプラザユニオンの提供でお送りいたしました。十次郎ありがとうございます。それでは引き続きこちらのコーナー参りましょう、うん、刑事係です。あなたの街のあれこれ教えてください。しんちゃんがおかわりのおかわりしてますまた。いややっぱりさ次の日お腹空いてた時にこのナイスタイミングなカップか、ちょっとこういうスパイス系って胃袋を刺激してくれるから、うん、ちょっとなんか夏バテ気味っていう時とか、はい、あの体が疲れてるっていう時にもおすすめだったりするんですよ、うん、いやこのクオリティってやっぱちょっと驚いたな、うん、うまいな。これなんかねみんなほら、うん、くんちつけるから肉食べようってやるさ、うん、その時ってでもね胃腸も疲れてるんですよ、うん、そういう時にちょっとしたスパイスとかが、うん、もう体をねこう食欲そそらしてくれて、うん、なんかますますちょっとこう、はいはい、食べて食べてってなるのでいいと思うんですよ。すごい説得力があって、うん、今はもう聞きました。いいでしょしんちゃん、いいこれぐらい、ほら、本当だ。ちょっと二日酔いの後のちょっといいギャまだ元気じゃなかった時にそういいねですね。ね、一応よみたいな。食べて元気になってますもんね。一応よ、はいみたいな。いいですよ食べててください。はい、さあそれでは刑事係いきましょう。ま、東京青梅の男さんからです。13日池袋東武百貨店で沖縄展がありましたので、うん、後輩2人と一緒に楽しんできました、はい。ステージでは沖縄の民謡歌手が歌ってて最後等身同意で踊って終わりました。楽しかったです。これモアイって言います？いやこれはモアイではないですけど。まあでも沖縄のこういうね、うん、雰囲気味も楽しんだということで良かったです、うん、もう本当今さ、うん、沖縄なんとか店とかあるさいっぱいあるよねあるさ、うん、それにユニオンのあれでなんかユニオン商品とかで行ってみたいなおね、うん、売り越したいな。いらっしゃいらっしゃい、いっぱいあるじゃないですか。多分年末もありますよね。行きたいな。川崎とかね神奈川とかの大きなイベントありますもんね。そうそう、ミカと俺で売りこなって、うんうん、この日例えば45万売り切れん売らんとダメみたいなとかで、ね、うーんなんもあの必死でやりますよ。必死でやりますよ。もうそれ何が何でも必死でやりますよ。達成するまでのあれもな。私あの実は娘の通う高校の、うん、あの学園祭があった時に、はい、パンが相当売れるんですよって言って結構買い出ししたんですけど、うんまあ、後半になってなんかねもう時間も迫ってきたのでもうめっちゃ売り越して完売させました、うんうわはい、そこの2にパンが5個食べたいじらしているとか、はい、完売もう完売の温度から始めるそうですじゃあ続いてこちらいきますよ。そうそう東京青梅の男さんはもう一個ね、うん、あのケーブルテレビの旅チャンネルで沖縄ローカルニュースを久しぶりに放送してると、うん、懐かしいミーカーさんを見てます。ピチピチの制服のバスガイド編、あ見たことある俺も、メリアントのドライブ編、あと離島編懐かしんでおります。あ嬉しいです、ありがとうございます。なんかユニキアさんと出たのとかもなかったっけ。あそうそうバスガイドありますね、うん、そう貸してもらったバスガイドのユニフォームがあまりにもね、うん、ピッチピチでこの洋服縮んでるみたいな、お前が大きくなってんだろ。で私のジャストサイズで作ってもらったっていうじゃあ続いてフッキーさんいただきました。ミカさんに読んでもらえたらとっても久しぶり。しんちゃんさんは約30年前アルバイト先の居酒屋でカウンターでお酒を飲んでる生しんちゃんの姿をお見かけして以来、かっこもちろんテレビの向こう側ラジオの声をひっち見聞きしてますからね、うん、フッキーと申します。いつも南部アワー楽しく拝聴させてもらっています。願わくば1時間の番組にしてほしいですさて先日腰痛のため病院に通いリハビリと施術を受けていました、はい、その病院おじいおばがとっても多い。私が施術を受けてる時におじいおばを乗せたバスが病院に到着したらしく、ゾロゾロとご入場され、あっちゅう間にリハビリ室が少しカオスな夢の国に。で施術中の私の横でおばあ2人の話、 A おばあ、 A あんたまるまるあけみーわかるね、 B おばあはわからんさ、 A おばあありまるまるあけみーよ、 B おばあ私の明るあけみーは3人いるよ、 A おばああげカタカナのあけみーよ、 B おばあ G はわからん、野号は、 A おばあ野号、野号はわからんさ、 B おばあならわからんさ、わからんど。うつ伏せになり施術を受けてる私は野号というワードに笑いをこらえるので必死でした。私の母の生まれふるさと粟国島でも野号を言えばどこの家の人かすぐ分かってます。ミーカーさん、しんちゃんさん、粟国島行ったことある、めちゃくちゃいい島よ。郵便送るときに東西南北あるさ、粟国村あざ西とか東とか書いて宛名を野号で送ると届くんだよ、すごくない、ということでいただきました。フッキーさんからいただきました、ね、久しぶりのメールありがとうございます。ミーヤシチゴはしんちゃんはね、私は次男上がり仲間俺で届くよ、俺でマンゴーとかお中元届くよ、届かんけど、はい、という
さんどうもありがとうございました、はい、以上刑事係のコーナーでした。南部アワー、この放送は沖縄唯一低温殺菌牛乳の宮平乳業、食卓に彩りをお漬物の菜園、ホリデー車検スーパー乗るだけセットの二郎工業、ウコンにとことんしじみ800個分でおなじみの沖縄製粉、おいしくてヘルシー前里、以上各社の提供でお送りいたしました、はい、いや今日もおいしい話題、いやもうぜひ皆さん明日から発売ですから、はい、ぜひ探して食べてください。大果じゃを、ね、味わってください、うん、はい、ということでそろそろお別れの時間です、うん、ナンバーはお相手は玉城ミーカーと、はい、しんちゃん、つわしんちと国場十字路とほかまさの提供でお送りしました。あ、ギリギリ入った、ふざけ足ギリギリよ、またね。最後にのラジオ沖縄オリジナルポッドキャスト、お船のフリーランス女子レディーオー、女性の自由で楽しく新しい働き方を実践するお船によるトーク番組です。子育てしながらお仕事しながら聞いてください。ポッドキャストで OFNE で検索。